母さんと瀬戸内の島に越してきた11歳の少女モモ。娘のモモです。モモちゃん、こんにちは。ねえ、東京に帰ろう。そんなに嫌ならどうぞお一人でお帰りください。なんて書きたかったの、お父さん。モモは島で不思議な生き物たちと出会う。それは素敵な出会い。わしは岩と申す。細いのが川で、小さいのが豆でござる。何がお守り様よ。私とお母さんどうする気なのよ。大体なんであいつには俺たちが見えるんだ。お父さんに手紙を出したいの。よからぬ展開でござるぞ。お母さん、お父さんのことも忘れちゃったんだよ。ももちゃん、りっちゃんが大事じゃ。今行かなきゃいけない。お願いだよ。だからって俺たちだけで何ができるって言うんだ。私、お母さんの気持ち全然分かってなかったんだ。ももへの手紙。ヘドとヘラソン、ラクオレ、ヤー。